シュート。惜しかったね。え？2年2組の甲田さんでしょ？バスケ部の。はい。ちょっといいかな。前、教育実習に来てた三越芝って先生のことで。は？いって。よう、聞こえるか、ターボ。さっき、例のガキどもが体育館に入ってったぜ。カイトさん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ？なんだって？おい、なんなんだよ、てめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといて、ずいぶん偉そうだな。文句あんのか、この不審者。こうだ、あんた、そいつと何話してたわけ？別に、何も。俺はさ、三越芝って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が馴れ馴れしい口聞くんじゃねえよ。てめえはマジぶっ殺してやる。こいつめった打ちだ。昨日も世話になったし、こんくらい半でいいよな。そうだな。ああ、いいよ。それでも足りないぐらいだ。ざけやがって。ぶっ殺してやる。思ったより根性あるじゃん。けどそれもっとためになる使い方あんだろ。くそ、離せ。何やってるのあなたたち。おい、行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。聞いてるんですか。ちょっと行き違いがありましてな。別に何でもねっす。まったく、何考えてるんです。学校の中で生徒と喧嘩なんて。いい加減、部外者は出て行ってくれません？一応俺理事長に呼ばれて来てるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だって、もし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたら、なんて説明できます？まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて言えるわけないですよね。うん、確かに。いいですか、今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。私がかばう義理なんてないんですから。だいたい学校の中をそんな格好で。とにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。カイトさん、まだいるよね。理事長と変わってくんない？助けがいるんだけど。
さん、確かに沢先生の言う通りですよ。これはどうやらもうお引き取りいただいた方が。私の方は概ね依頼を果たしていただけましたし。あ、じゃあ理事長、こんなのどうでしょう。俺を教師とかで雇った体にしていただくとか。それなら校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教壇に立てませんが、お持ちなんですか。いえ、弁護士バッジじゃ代わりになりません。え、弁護士。まあ立派な資格だと思いますが、でもだからといってそれは。そこをなんとか。多分なんともならないと思います。まあ他にあとあり得るとしたら、何か部活の外部指導員という形でしょうか。ああ、なるほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校、カンフー部とかないっすかね。得意なんですけど。そういうのはちょっと。いや、そもそもどこの部も手は足りてるんでした。なので残念ですが。そうですか。よう、内藤だ。俺らはもう撤収するぜ。ガン首揃えててもしょうがねえ。お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうかい、ならお好きに。じゃあな。あの、そこのあなた。ん？やはり間違いない。何か驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。犯行？あ、放火犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね、盗撮魔さん。盗撮魔？何のことかな。階段に盗撮カメラを設置して女生徒のスカートの中を覗こうとしたでしょ。いや、マジで何言ってるのかわからないんだけど。あの、俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから、逃げられると思わないことです。はあ、あのさ、さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって、そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょ。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。実は先日盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に
透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。え？油性ですから1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーに付着しているはず。要するにあなたは自分の体に証拠を身につけたまま愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。星稜高校ミステリー研究会に感づかれたことが運の月だったということです。は？ミステリー研究会？さ、盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。ライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。いい加減諦めたらどうです？逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。そして私はこの写真からカメラの購入先ショップを特定しました。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。この情報を警察に提供すれば購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならば、ショップも顧客情報を開示するでしょうからね。わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。ブラックライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。いい加減諦めたらどうです？ちょっと話し合おうか。話し合う？詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ、何か妥協案。私が求めるものはただ一つ、真実だけです。同情を引く、脅迫する、買収する、その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。
ちなさい。逃げても無駄です。逃亡するなら証拠を警察に提出しますよ。待ちなさい。逃げても無駄です。逃亡するなら証拠を警察に提出しますよ。待ちなさい。逃げて。待ちなさい。逃げて。待ちなさい。逃げ。待ちなさい。逃げても無駄です。と。待ちなさい。なんだなあ君、俺が女子高生のスカートの中を盗撮して、うん、でしょ。ですが、そんな初歩的なミスリードに惑わされていてはミステリー愛好家として、はい、古今東西のミステリーでも犯人とは一見そうと見えない意外な人物であること、これは現実においてもしかりですので、犯人に見えないという事実は何も意味しません。は？ミステリー慣れした私の目を欺けると思ったら大間違いですよ。なあ君、俺が女子、うん、でしょ。ですが、そんな初歩的なミスリードに惑わせ、はい、古今東西のミステリー、これは現実においても、はあ、ミステリー慣れした私の目を欺けると思ったら、怪しいな。Abenteuer gesucht, Krimi-Club in Gefahr, unsere Betreuerin verlässt die Sairio. Die Lehrer haben viel zu viel zu tun, um den weiteren Club zu leiten. Wir brauchen einen externen Betreuer. Wer einen Detektiv oder Krimi-Autor kennt, gib uns bitte so schnell wie möglich die Kontaktdaten. Heißt, wir werden wohl Mitglied?君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんって言うんだ。それが何か。
そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって？以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして、代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで、おかげでミスケンは廃部の危機ですが、ご心配なく、私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば手柄を一つ立てられます。そうなればミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いや、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。まあ確かに難しいとは思いますが。だろ。そこで俺から一つ提案なんだけど。俺が顧問をやろうか。は？あなたが？実は俺探偵でさ、神室町の。え？探偵？そう、八神探偵事務所の八神隆之。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。もしかして盗撮カメラも調査のために？そこは想像に任せるよ。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら、何のために？誰が依頼を？まさか学校関係者が？ああ、推理中のところ悪いんだけど、いいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど、沢先生に睨まれちゃってさ。沢先生に？ああ、部外者は出て行けって言われて困ってたところなんだ。だけど顧問になればもう部外者じゃない。校内をうろつく大義名分ができるってわけだ。この提案、双方にメリットがあると思うんだけど、どうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多いですが、まだあなたの主張を全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。テスト？ついてきてください。すぐそこですから。あ、おい。ここは？ミステリー研究会の部室です。部室？これが？部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。さあどうぞ中へ。あ、ちなみに他の部員もいますので。元空手部黒帯男子の。そう、警戒すんなって。姉ちゃん、その人は？八神さん、顧問候補の人。顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふーん。どうも、俺は天沢健人。この人の弟です。ミスケンの用心棒やってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。八神さん、おかけください。
どうぞ。お、気が利くね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は、古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり巷のミステリーを追うこと。あー、それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく、机上の推理で完結するならば、それがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ、何事にも例外はあります。例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら？危険だし。でしたら八神さんのことも警察にお任せしますか？あ、いや、それは勘弁と。こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。なあ、さっき言ってたテストって？あなたが探偵であり、カメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。ですが、その主張を安易に信じ、アマツさえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。まあそうだよな。ですので、八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。事件？そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知ですか？パパ活？大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ？はい、私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして、実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が？まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。危険が？情報源が SNS ですので、漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句、頃合いを見計らい雲隠れするそうです。次こそことに及べる、そうにおわせ最後に大金をおねだりし、ドローン。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのタチの悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。ああ、確かにそりゃ物騒だな。で、その元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。
確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。お俺もそう思うよ。君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは探偵として様々な人物に変幻自在に化けたと言います。ある時は老婆に、またある時はホームレスに。他者の目を見事に欺き、調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで矢上さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。は？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて。ならば第三者がアドバイザーとして潜入し、信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。はあ。それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに矢上さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。そういうもんか。うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならば、そのくらい何とかしてみせると思います。なるほど、簡単なテストじゃないってわけだが、まあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。矢上さん、もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど頑張って。ん？ああ、